マミマメもコーリングやっていきます。お相手はさやかです。ニューゲームで最近の携帯はあれだしね。何おすすめって、は何これ、意味わかんねえこの Wii リモコン携帯になるの。最近の携帯はさ、着信音プルルルじゃないからね、ちょっと現実味あまりないかもよ。もしかしたら七瀬さんが入室しました。はい、あ、これなんかチャットかなんかなんですよね。久々だよね、こんななんかオールみたいな。その昔私もなんかチャットとかはやってたかもしれない。あ、携帯ではやってないな。携帯そんなに早く打てないし。中学校の時とか、チャットしてた。どうしてここに？ここ？あ、なんか、説明書を見てみると、とあるサイトには、時々、チャットが流れる。らしいよ。わらわら、超ウケるサムサラによると、うん、なんかこういうオカルト系私興味ないからさ、全くそういう知識はないのだけれど、なんかこの人本当に引きこもりなの？なんか目の前にあるのってジュースだよね。タバコしかも吸うんだ。まあ、この手の主が誰なのかわかんないけど、あ、今チャット打ってたのはあれなのかな、このコーリングに出てくる主人公たちの前みたい。うわお、黒猫さん、なんかさ、電気つけよう。こんばんは、マミムメモ。マミムメモはおはようでもこんにちはでもこんばんはでもいけるよ多分。あ、ここはさ、あれやろ、今びっくりした私が言うのもなんやけど、 Wii リモコンのバイブは入れるべきやろ。これでさ、私自分の携帯が着信中になったらどうしよう、びっくりするよね。まあめったに電話はかかってこないからいいけど。もしもし、ちなみに私ホラーあんまり怖くないと思う。こんぐらいだったら全然怖くないでっていうみたいな。コーリン、なにこれ、犠牲者衆なのかな。近藤さん、かなり気落としてるみたいね。あー、てかオープニング長いね。一人ぼっちってやだね。趣味が人形はいいと思うよ。私もぬいぐるみたくさんあるし。そういうのやめよう。そういうの噂するのやめよう。ゴシップやめよう。10年か。鳥、ヒョウだって。鳥じゃないよ全然。何、鈴谷真一さん。ちなみにですね、私この鈴谷真一さんだけは見たことがある、実況プレイで。
全然怖くなかったから、怖いのが苦手な人は、まあ私が怖くないから、きっと大丈夫ですよ。ここはどこ？俺は誰？どこだ？あ、喋るんだ。なんかもうちょっとさ、もうちょっとなんか驚いてもいいよね。だって突然さ、こんなさ、わあ、何？調べる。そんなことはわかるよ。サーチ。ほう。ど、え？う、振る？ほう。了解。まだ開けない。はあ。わあ！ちょっとすごいはん、なにこれ。これ調べられないんだ。あ、近くないからか。なんですか？倒れてしまっている。開けようか。いきなり開けるのどうかと思うけどね。あ、なるほど。ほい。これ何？カヌーの、カヌーの棒みたいな。なんもないね。下。ほい。あのさ、これさ、手のボタンが出るたんびにさ、ブルってなるんだけど。かも、なんかすごいね。ほい。ほい。ちょ、閉めるの難しいよ。閉めるのがとても難しい。うわ。何もない？特に何もなさそうです。うっ！何？停電？知るかよ。暗くてよく見えない。まあね、出た方がいいかもしれないね。あ、セーブできるの？じゃあするわ。するわ。よいしょ。出ようか。よっ。携帯電話入手。あれか、薄型か、これは。マイナスボタンね。は？へえ、1枚。なるほど。Wii 本体のさ、なんか、伝言板に乗る系。え、これ私今耳につけてるけど、Wii リモコン。何も言わないよ。はあ。何も言わなかったよ。最初だから？気持ち悪いなぁ。なんか、あ、え？あ、出ようか。これなかなかむずいぞ。ほっ。あ、暗い。めっちゃ暗い。こっちは？なん、に？あ、電球か。くら、くらいよ。くらいね。何がこう、くらいよ。びっくりした。暗いね。よいしょ。開かない。そうですか。何今の。今なんかあったよね。まあ気にしないや。今なんかあったよね。え、気のせい？気のせいじゃないね。ああ！何？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 振りほどき？今振ってたよ。はい。え？はい。
一度だけ光ります。は？はあ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 、なんか培養の体力メーター的な感じやね。なんて心臓時計みたいな。心臓時計？何心臓時計って。まあいいや。タイミングよくやって、いつだったの？押してないよ。はあ、何それ、どこ。びっくりするのは嫌。びっくりするのは嫌。暗いね。怖いですか？怖いですか？怖くないですよ。全然怖くないし。つかない。お、トイレ。あ、トイレか。はあ、トイレ。うわ、髪が一応あるけどさ。なんか先っちょビリビリやん。トイレでは何も起きないでほしい。流れてないやん。あ、なんか調べられるの？暗くてよく見えない。まあ見えない方がいいかもしれないよ。世の中知らなくてもいいことはたくさんあるよ。これで、他に行くとこないよね。再び開くようになってたりするかい？開くようになってるね。安心かね。まあ、確かに暗いよりかは明るい方がいいかもしれない。うまーいお茶。人形がある。おーち。はい。はい、わかった。あ、これ Wii リモコンを動かすのね。市松人形。非常に難しいでござる。こういうのって大抵さ、なんかちょっと下から見たくなっちゃうよね。特に何もないみたいです。でも後ろを振り返るとない。あった。この辺、うわー、なんだこれ。特にも何もない。そうですか。開ける気がないと思うよね。これは何ですか？作りかけ？ん？目が入っていない。目は最後って言うじゃん。だるまさんとかもさ、片目だけ入れてさ、残りはなんか偉い人が、開会式とかでつけるみたいな。こういうのってあえてさ、のけたくないよね。よし！なんか血っぽいのがあるけど、まあ気にしない気にしない。ゆっくり。あ、ゆっくりも何もちょっとしか開かなかった。はーい。はーい。隙間からね。なんかこういうのって堂々と見るのと、ちょっとだけ見るのって、どっちが怖い？でん、話は聞かせてもらった。もうなんか勢いよく、あげようか。なに？こんにちは。何か気配を感じた？何？自分一人じゃないみたいな。気にしすぎじゃない？コントロールスティックを動かし、くまなく探してください。あ、手の跡。ちょっと今びっくりしたわ。ちょっと今なんか背筋が凍る感覚を味わったよ。な、逃げなきゃ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 、うい、はっ、ドアが開かない、ドアが開かない、ドアが開かないよ。強引に開けることができるものがあります。はい、んと A ボタン、ドアノブを、はっ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 
って。私、右スティック、左スティック押してるのがダメ。ちょっと待って。死んじゃったんじゃないのこれ。おいおいおい。ゲームオーバーだし。しまった。超えた。なんだ、音量入ってなかった。びっくりした。よし。ほいほいほい。あ、やっぱ左スティック押しちゃいけないんじゃん。なんで押したんだろう。さっき、うわあ。タイミングよく、って何？あ、タイミングよく何？光ったりし、どの程度光るっていうの？光るのはここの部屋に入る？ほう、あいつら何なんだよ。どうして僕ばっかりこんな目に。とりあえずセーブする。次はどんな気助けてって書いてあるけど気づかなかった。取る？取るぞー。捕まえた。さっきリモコンの音量を設定しなかったから鳴らなかったんだよね。振り返りたくないね。助けてほしいのか、遊んでほしいのか、はっきりしよう。実際こういうことがあったらさ、どうする？もうなんか気絶したいよね、本当に。今日のショー終わり。怖くないな。